んで定時連絡のたびに出歩かなきゃいけねえんだ。これが最善の盗聴対策なんです。それで茜さんは養護施設の所長でパレカナの中でも重要人物だったらしい。それも教団の代表が安否を気にかけるほどのですか。調査は順調のようですね。気に入らないことがあるならはっきり言え。あなたは何をするにしても事後報告だ。バラクーダとの一悶着についてはその事後報告すらない。知ってるんなら報告はいらねえだろ。ご自分の立場をわきまえることです。余命わずかでもはや怖いものなしなのかもしれませんが、あなたは危ういバランスで我々から生かされていることをもう少し自覚すべきだ。気をつけるとしよう。引き続き対象の追跡を進めてください。よろしくお願いしますよ。あとなんだ、まだお説教か。思い残しは果たせましたか。かつての思い人ユミさんでしたね。彼女にはハワイで挙式する夢があったとか。せめて片身の指輪だけでも憧れの場に届けてやりたい。あなたが今回の任務を受けた当初の動機はそれだ。ああ、そちらが済んだのなら任務に集中できますね。よろしくお願いしますよ。待たせたな。なんて言ってました、大道寺一派でしたっけ。俺たちが一番茜さんに近づけているみたいでな。向こうからの情報はなかった。やること自体は変わらない。引き続き俺たちで茜さんを探し保護する。そうですか、そっちからの手がかりもなしか。それと独断行動についてたっぷり嫌味を言われたよ。ああ、桐生さんを部下に持ったらやりづらそうだよな。バカ、なんてこと言いやがんだ。だよ、一番はそう思わねえのかよ。上司ならいいんだけどな。お前らもう少し気遣えよ。傷つくじゃねえか。にしては桐生さん嬉しそう。そうか。よう。はい。さてと、今日はどうすっかな。今頃どこにいるんだ、茜さんはよ。それなんだけど、私ちょっといいこと思いついちゃったかも。え、マジか。その前に確認だけど、茜さんは一番のこと知ってるんだよね、自分の息子だって。あ、ああ、沢城の頭から伝わってるはずだ。顔も知ってるのかな。見れば一番だって気づいてくれる？だと思うけどな。そうでなきゃ誰が会いに来たんだか分かんねえもんな。頭のことだし、その辺は抜かりねえと思う。なるほどなるほど、よろしい、条件は整いました。
あ、なんだなんだ、作戦会議かよ。キリュウさん、なんか始まりますよ。どうかしたのか。ちーちゃんがなんか思いついたみたいで。それで？私たちは思いつける限り茜さんの行方を追った。茜さんの家に茜さんの勤める養護施設、それに茜さんがやってた奉仕活動もろもろ、加えて地元マフィアの懐にまで潜り込んだ。そうよね。なんかそうまとめると俺たちすげえことしてたんだな。そう。でも残念ながら茜さんへの手がかりはなし。ああ、大道寺一派の方でも手がかりをつかめていない。ってことはね、私たちの方から茜さんを探すのに限界が来てるってことだと思うの。そりゃまあ、でもそれを言っちまったらおしまいじゃねえか。どっこいそうじゃないんだな。こっちから探すのが無理なら茜さんに私たちを見つけてもらえばいいんじゃない。茜さんの方から？いや、そんなことどうやってやるんだよ。そこでこちらの出番、一番の存在をアピールするの。動画をネットにアップしてね。なるべく人目を引くような動画にして、春日一番はここにいるってハワイ中にアピールするって作戦。なるほどな。何その反応。いや、いいと思う。思うんだけどよ、お前だって聞いただろうがよ、一番が日本で動画のせいで散々な目に遭ったって。もうネットだの動画だのなんて近づきたくねえだろうがよ。まあそれはそうなんだけど。どうするかすか。なあトミー、ハワイのマフィアはバラクーダが牛耳ってんのか。ん？なんだよ急に。いや、バラクーダが仕切ってんのは第五地区周りと偽造系のしのぎだけだ。ホノルルシティにはバラクーダと同じかもっとでけえ中華系の組織がある。そうか。ん？いや、そりゃいい考えだぜちーちゃん。そういや俺も昔テレビを利用させてもらったことあったな。そういや選挙演説の生放送に乱入していたなお前。え、そんなことしてたのかよ。まあ、あん時はあれしかやり方がなくてよ。トミも気使ってくれてありがとな。俺は全然問題ねえからよ。まあ、そっか、ならいいんだけどよ。決まれたな。俺はその動画とかはよくわからんが、千歳たちは詳しいのか。任せといて。じゃ、私はカメラ担当ね。大丈夫かよ。まあいいや、じゃあ俺は生かした台本ねってやる。一番、どうせお前何言ったらいいか分かんねえだろうからよ。あ、ならカンペも用意しねえとな。やるからには目指す100万再生だ。なんなら金盾も狙っちゃうか。え？なんか目的変わってない？なんだ、よく分からねえが面白そうだな。俺に何かやれることはねえか。ああ、いやいや、キリュウさんは安静にしといてくださいよ。こういう雑務は俺らがやりますんで。なめられたもんだ。ご隠居扱いされるほど俺は衰えちゃいねえぜ。え、どうすっかな。じゃあ、あ、じゃあキリュウさんにお願いしたいことがあります。これはもうキリュウさんにしかできないヤバい仕事っすよ。動画は音が命。キリュウさんには生命線の録音係をお願いします。ガンマイクっていうのか。強そうな名前じゃねえか。悪くねえ。春日、お前の魂乗せた声俺が全部受け止めてやる。どうも。キリュウさんって案外お茶目だね。いや、あれはマジの目だ。あんな顔して録音する人初めて見るぜ。まあ本人が気合入ってるなら問題ね。始めるか。オーケー、いいよ一番。
ほら、もう動画撮ってるから、どんどん喋って。文字サイズ大丈夫だよな。とにもかくにも、茜さんの目に止まらねえとしょうがねえ。茜さんのことを生き別れの息子が探してますってとこをバッチリアピールしてくれよ。だね、そこは外せない。なんせ作りたてのチャンネルにアップしてバズらねえといけねえんだからな。ハードルが高いっつうか、ぶっちゃけ結果は神のみぞ知るって感じだな。できればサムネで興味を引けるような見た目のインパクトがあればいいんだけどね。見た目のインパクトか、なんかあるかな。はっ、あ、いやでもどうかな。ん、どうしたの。なんか思いついたのか。まあそうなんだけどよ、どうかなこれは。お前がいいんならいいんじゃねえか。ハワイじゃ別に珍しいもんでもない。仇を怯えさせることもないだろう。え、キリュウさん、なんでわかるんすか。お前の考えそうなことだ。それにお前がハワイにいることを俺が知ったのもその情報が大きかった。そうっすか。じゃあやってみるか。ちょっとおい、あ、何二人だけで分かった感じになってんだよ。どういうことだ。おお、悪いな。どういうことかっつうとだな、こういうこったい。本当は見せびらかすようなもんじゃねえが、ちょっとでも茜さんに近づくためだ。仕方ねえ。どうだい、こいつはインパクト的に。ギャラリーは正直だぜ。ああ、インパクトバッチリだ。よっしゃ、じゃあ撮影始めるか。お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にしもちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。ふん、古いの知ってやがる。おい、カンペ無視して好き勝手喋んなよ。ダグ、せっかく作ったのに。いいんじゃない、こっちの方がバズりそう。さて、背中の流魚が申します通り、私元極道の半端者、母を訪ねる道すがら、さしてがましくもハワイをご案内いたしましょう。名付けてジャパニーズヤクザ in ハワイ。私カムロ町のソープで産湯を浸かり、異人町で暮らしておりましたが、思うところはありまして日本を出立。憧れのハワイについて早数日です。初めての海外ですからいろいろありました。なぜこちらで最初に出会ったのは観光客狙いの強盗でしたからね。は？その張本人がこちらの富澤君でございます。 おいちょっと待て、その紹介はまずいだろって。日本語は話せるわ、読み書きもできるわってんで、うっかり彼のタクシーを選んじまって。でも今はこの通り、すっかりダチになって行動を共にしてます。さすがハワイ、強盗までもあったかい。まさに南国気質だ。その後もトラブル続きのハワイ道中、身ぐるみ剥がされ全裸でビーチに放り出され、どっこいこの春日一番、元気にやっております。この先も新たな出会いを探すべく
ハワイにて押して参ります。カットだよ。俺ばっかりやり玉にあげやがって、千歳には甘いのな。悪い悪い。でもちいちゃんほら、もし家に知られるとね。かあ、その気遣い俺にも回せっての。まあいいや、刺激的な話題はバズりの条件だしな。それにしても一番、お前意外と口が回るんだな。昔取った絹塚よ、組で宴会の司会なんかよくやらされてたもんさ。若いうちに苦労はしとくもんだね。じゃ、とりあえず何か所かハワイっぽい絵になるとこを回ってみよっか。そうだな。よし、そんじゃ春日組、これよりクランクインだ。うん、これだけ素材があれば十分ね。よし、じゃあ今撮ったやつを早速公開しようぜ。いやいや、さすがに編集とか入れなきゃダメでしょ。バズらないと意味ないし、がっつり気合い入れてやろう。トミー、手伝ってよね。へいへい。なんかようやくハワイに来たって感じがしましたよ。こっちに来てからもうトラブルトラブルトラブルでしたから。そうだったね。俺も楽しかった。ありがとうな、春日。いえ、それにこれからっすよ。楽しいことはこの先まだまだいっぱいあるはずです。なんせここはハワイっすよ。日本人憧れの島ハワイ、一緒に楽しみましょうや、キリュウさん。お前目的忘れてねえか。忘れてませんって。編集終わるまで結構時間かかりそう。二人はそれまでどうぞごゆっくり。だいぶかかるんなら俺はホテルで休ませてもらう。俺はビーチも近いし少し泳ぎにでも行くかな。了解、じゃあまた。よし、アップ完了っと。動画すごくよくできたよ。一番って結構役者なんだね。もしかしてこういうの慣れてるの？言ってなかったと思うけど、俺はこう見えて選挙に出馬したこともあるんだ。選挙って何の？モノホンの選挙だよ。生徒会の立候補とかじゃなくて？当選してたら政治家になってたんだぜ。マジか？なんかお前って結構いろいろやってきてるよな。あ、嘘。ちょっと、もう DM 来た。誰からだろう、これ。え、もしかして早速あかねさんから？違う、エイジって人。これからどこかで会えませんか？だってエイジ？もしかしてエイちゃんが？そっか、エイちゃんが俺に気づいてくれたのか。富澤、覚えてんだろ、おめえが強盗した時に俺を助けてくれた兄ちゃん。ああ、あん時の。そりゃ覚えてるけど。じゃあどうする、そのエイちゃんと会うの？いいっすかね、キリュウさん。ハワイに来てすぐ俺のことを助けてくれたダチで、多分俺を心配してくれてんだと思います。ああ、他に急ぐ用事もね、いいんじゃねえか。ありがとうございます。よし、じゃあどっかで待ち合わせて合流するか。わかった、どこがいいか聞いてみるね。アナコンダショッピングセンターのあたりで待ち合わせるのはどうかって。ああ、
問題ねえ。茜さんともこれくらい簡単に連絡取れたらいいんだけどね。春日さん。よう、えいちゃん。よく声かけてくれたな。また会えてよかったぜ。あの春日さん、その人この前の強盗じゃ。いろいろあってよ。こいつはトミーだ。こっちの二人とは初めてだよな。どうも。いろいろって何があったら強盗と仲良くなっちゃうんですか。まあとりあえず落ち着ける場所に移ろうぜ。なるほど。春日さんのお母さんにはまだ会えてなくて、ギャングに追われていると。母ちゃんって呼ぶべきなのかはまだ整理ついてねえけどな。茜さんを狙っているのはバラクーダと、あのヤマイってヤクザ。おまけに日本の大ドジ一派ってのも茜さんに用があるらしいでしょ。大ドジ一派、前は日本の黒幕と言われていた連中だ。俺はそいつらの指令で茜さんを探しに来てる。なるほど。ああ、まだ紹介してなかったな。こちらは桐生一馬さん。日本で世話になってる人なんで。どうも、三田村と言います。で、こっちはじいちゃん。富士宮千歳です。よろしく。千歳さんですか。こちらこそよろしくお願いします。お、いや、なんかちょっとお会いしないうちに大所帯になったんですね。ハワイで会う人たちに恵まれたのは確かだな。もちろんエイちゃんもその一人だ。俺だけじゃ今頃どうなってたかわからねえ。私をそんな風に言ってくれるのは春日さんだけです。嬉しいですよ、お世辞でも。お世辞なんて言わねえよ俺は。じゃあよかったら私にも何か手伝わせてもらえますか。え、もうここまで立ち入っちゃったんです。ネット周りならそこそこお役に立てるんじゃないかなって。そりゃありがたいけどよ、エイちゃんだって何か用があってハワイに来てんだろ。そっか、言ってませんでしたっけ。うん、実は日本で職にあぶれてこっちへ帰ってきただけなんです。ただ実家に帰るにも気まずくて。だから春日さんがもし迷惑じゃなかったら。いや迷惑じゃねえよ。ただたまに厄介事があるもんでさ。例えばほらギャングと勝ち合うとか。春日。はい。どうやらその厄介事だ、囲まれてる。え、本当だ。あいつらみんなこっちを見てる。ああ、この間やり合ったな。あれもバラクーダか。違います、あいつらは多分頑丈です。頑丈？春日さんは知らないですよね。中華マフィアですよ。バラクーダとはよく縄張り争いをしていたはずです。バラクーダに中華マフィアか。意外とハワイも物騒だな。近づいてきた。ざっと20人ってとこ。何の用ですかね。さあな。ただ俺らを逃がす気はないし、包囲網を整えてから距離を詰めてきてる。計画作るってわけだ。春日一番、一緒に来てもらうぞ。他の奴らに用はない。のけ者とは釣れねえじゃねえか。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。それ茜さん、こいつらも茜さんを。なんだよ、どうなってんだ。はあ、まずはこいつらか。
今すぐ黙って消えれば見逃してやる。最後の警告だ。準備はできてるな、カスカ。分かっちゃいたろうが、やるしかねえ。ええ、毎度のことです。やってやりますとも。お前らが茜さんを追う理由は何だ。彼女を見つけてどうする気だ。組織の命令で追ってるだけだ。理由なんて知らねえだがお前がどうなるかは知ってる。ああ、どこに逃げようが、どこに隠れようが、必ず見つけ出して切り刻んでめった切りに。無駄口聞いてる暇はないんだぞ、カスカ。どう見たってただの下っ端だろう。何の情報も持ってねえ。こいつらの仲間が来たら厄介だ。さっさと行くぞ。巻き込んじまって悪いが、エイちゃん、この状況で一人になるのは危険だ。しばらく俺らと一緒にいてくれるか。ええ、すみません、ご厄介になります。まずは俺の部屋まで戻るぞ。タクシーを拾う。待って、一番。ん？頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な縁にし持ちまして、生き別れの母のため。ハワイエンジョイしてんな。けどまあ、そんなことはどうでもいい。俺の目的はそっちの男だ。お会いできて光栄だ、桐生一馬さん。キリュウ、誰のことだ。嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとうよ、今ので確信できた。あんたは本物の桐生一馬だ。嘘が下手ってのは俺も同意です。これでも上達した方なのかな。あんたが早々死ぬわけがねえとは思っていたが、こんなとこでお会いするとは思わなかった。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。令和の時代に戦国武将みたいなことを言えば、そう、誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ、桐生一馬。さすがは伝説の極道だと言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前本当に桐生一馬か。これがあの道島の竜。あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か。誤解が解けたようで何より。嘘が下手なのは確かなんだがな。病さんよ、もう富澤には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。
ああ誰だそいつ。な、興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは桐生一馬だ。あんただけだ。偽物かもしれねえけどな。とはいえ今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。見逃してくれたってこと？みたいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、こりゃもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？いや、多分今頃バラクーダも頑丈も目光らせてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道寺一派のセーフハウスがある。いざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。いいさ。あいつらは何でも極秘だなんだともったいぶるからな。本当にとっておきの場所なら俺には教えねえさ。行こう。すんません、桐生さんにおんぶに抱っこになっちまって。いずれ返してもらうさ。さあ行くぞ。セーフハウスってここなの？桐生さん。ああ、中は案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。変に期待されたくないので言いますが、我々はここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたってはアメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私と桐生さんの2人だけでして。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句本名を堂々と晒すとは呆れますよ。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。春日一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。
あ、私はさっき桐生さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんで、そちらさんの言うことは聞かねえとね。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとよ。ただ押村区はハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな春日。そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えた時にバラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。え、そうだったっけか。さすが桐生さん、やっぱかなわねえな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。ん？あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに一番の探してる生き別れの母親っていうのが今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつーまあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺を付け狙う理由がねえ。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全に桐生さん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ。あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。ん？あ、そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈のやつら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど。結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやースカッとしたぜ。なんだよ、そんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ、こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。さてと、問題は頑丈の情報源だな。
そうっすね。沢城の頭はずっと偉人町だし、俺はここにいるみんなにしか言ってねえ。もう一つ、茜さんかその周辺のルートから情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。はあ、ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか、頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォン島。ウォン島は世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォン島が頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通り、ネハンギシは頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォン島はドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとは訳が違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。花輪さんよ、なんか手はねえのか、ウォン島ってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか、もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。ネハンギシの中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。そしてウォン島はそこで接客をしている。客としてカジノに入れればウォン島と接触できるってことね。ゴールは分かったけど、どうやって。ネハンギシのカジノの他にも頑丈はホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできればネハンギシへの入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃまずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ。それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。どういうことだそりゃ。わかんねえけど、やるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする。私はここにいさせてもらっていいですか。その方が春日さんたちにお役に立てると思います。多分。ええ、構いません。わかった、何かありゃすぐに連絡してくれ。ここだよな。ああ、間違いねえはずだ。くそ、一杯食わされたか。だが
合言葉と妙に噛み合う。本場中国の焼き餃子だったな。確かに。じゃあとりあえず入ってみる？こりゃやっぱ外れかな。普通の中華だよ。ごめんなさいね、お客さん。もうラストオーダー終わっちゃったの。また来てちょうだい。え、あのよ、俺ら本場中国の焼き餃子を食いに来たんだ。なんて？いや、本場中国の焼き餃子だって。間に合わねえかな。あちらのテーブルにどうぞ。これはどっちだ？わかんない。どっちにせよお腹空いちゃった。ダメでもここで何か食べていきましょう。それこそ本場中国の焼き餃子。中国では水餃子が一般的で、焼き餃子はほとんど食べられてね。あ、だからこんな合言葉なんだ。桐生さん博学。昔からクイズの類には縁があってな。しかし注文も聞きに来ねえな。こっちから呼ばねえとダメか。あの、すんません。ずいぶんでっけえ音だな。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく、場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight.本日はようこそお越しくださいました。私、こちらの支配人を務めさせていただいております。本日のお客様には幸運の女神がついておいでだ。羨ましい限りです。へへへ、ありがとよ。ハワイにはご観光で？ま、観光半分、仕事半分ってとこかな。それはそれは。なあ支配人さんよ、楽しませちゃもらってるが、正直ここはちょいと物足りねえな。と申されますと？ギャンブルってのはこんなしけたチップを取ったり取られたりで楽しむもんじゃねえだろ。いやさ、噂に聞いてるんだよ、涅槃技師のこと。金はあるんだよ金は。でもうちの会社はまだまだ業界じゃ新参でな、あそこに行けるようなつては持ってねえんだよ。おかしな話だとは思わねえか。身を焦がす勝負に挑む権利は年季で手にするものなのか。申し訳ありません。あそこにはここ以上の審査基準が設けられておりまして、私の一存ではご案内申し上げることはかなわないのです。おい支配人さんよ、そんな釣れないことを言うもんじゃねえ。こっちはあんたが頼りなんだ。頼むぜ。残念ながら。ここで行き詰まりかよ。
支配人さん、涅槃岸には富士宮もお世話になってるはずですけど。ん？あなたは？申し遅れました。私、日本の富士宮家の長女、千歳と申します。この人、私の連れなんです。私の連れとしてなら、この方たちも一緒に涅槃岸へ案内してもらえるのではありませんか？ちいちゃん、おい、そんなこと言って実家に連絡行ったらどうすんだよ。一緒に家でしてくれるんでしょ？私だってね、本気で茜さんを助けたいの。それに私だってかっこいいとこ見せたいしね。さあ、いかがですか支配人さん。本部に確認を取ってもらえれば、私が本人だということはわかると思いますよ。少々お待ちください。いいのか。おそらく実家にも確認がいくぞ。これでちょっとは信用してもらえた？したやつだ、あんたは。くそ、カッコつけやがって。カッコよかったでしょ。お待たせいたしました。本部の確認が取れました。それで？大変失礼いたしました。富士宮千歳様、涅槃岸へご案内いたします。そう、ありがとう。さてと、本当へ一歩近づけたね。一歩どころじゃねえ、もう手を伸ばしゃ届く距離だ。ありがとな、ちーちゃん。素直でよろしい。で、どうする？早速乗り込むのか？そうしたいところだが、春日は本当たちに追われる立場だからな。涅槃岸に自分から乗り込むのは飛んで火にいる夏の虫ですか。確かに。春日、お前は後方支援に回ってもらう。後方支援って何ですか？俺、頭使う感じのはどちらかというと苦手で。涅槃岸のそばで俺らの様子を見てくれりゃいい。これから乗り込む先は岩城の本丸にある裏カジノだ。いざって時に外から脱出ルートを確保するんだ。花輪に行って大道寺の通信機器を一式揃えてもらおう。へえ、通信機材。へへ、ちょっと面白そうじゃないですか。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. うひょう、儲けてやがんな。見えてるか？バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、キリュウさん。みんなも。伝えとくよ。よし、早速入るぞ。うん、落ち着かねえな、この格好。俺、靴下嫌いなんだよ。サンダルに履き替えて。何言ってんのよ。ジャケットしてよ。Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you.じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。
エレベーターに乗った。繋がってるか。ちょっと飛び飛びになりますけど、大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね。ちーちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥が火事の巣かね。ああ。問題はここからだ。してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て。あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000? マジかよ。カスカ、見えてるか。はい、ウォン島が接近しそうな人間は見当たりそうですか。バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこを見てるんすか。お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ。余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。アジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー、お目当てのウォン島のことだな。そう、ウォン島。ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それは分からないけど。行ってるそばから来たよ。ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか。バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだ。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ。
アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国、そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじマッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構、ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。言ってみただけだよ。ああ、行こうぜ。どうぞ。こりゃ、これが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いでひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば
実際に手元に物があるかないかなんてどうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。まあ多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんで。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでねえって。みんな気合入れろよ！お前らはどうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがある。茜さんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた？質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだウォン・トーさんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のウォン・トーさん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は？あの人養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある？俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。キリュウさんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるかな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。
ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは、涅槃騎士なんてチンケなオーナーのことじゃない、ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい、座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事，很快就会传到老板手下的耳朵里。接下来，就由我来举火为号吧。举火？什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死！ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。あいつは何したんだ。どういうことだよ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には？のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図？息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわかるねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそうやら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。まだ電池太慢了。あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是？其实您根本不用着急，统帅。
因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。叛徒，你把我儿子带去哪儿了？你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ。わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。那个。闭嘴别吵，快走。今のやつは味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this!もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、悪い。エイちゃん、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きることを警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんたいくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろ。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。よし、やったな。
足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場を離れましょう。おい一番、ウォンを移動させる。おめえも肩貸せ。いや一番、一旦ここでウォンを座らせよう。おい大丈夫か、ウォン。と気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるのはわかるけど、トミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ、あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ何者なんだそのオーナーってやつ。オーナーは私が考えていた以上にこの島を根深く牛耳っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって。ハワイの教団パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って嘘だろ。じゃああの人が。なんでだ、だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それだ、なんで茜さんを捕まえようとすんだ。